今日は金曜日で突然ちょっとハオのお宅に招かれて今バタバタと来たんですが、私とビッキーと、前からあの勉強仲間だったハオ、あのアランが一緒です。これが外観で、今からちょっと中にちょっと芝生を踏んづけて中入ります。まあ、新婚さんのお家でかなりドアが大きいですね。ビッキーです。なんかすぐに、今になっていますね、なかなかおしゃれな、ずっと吹き抜けになっていますね。そして、こちらにもちょ、こちらには、6人掛けの、ちょっと靴脱ぎますね。ちょっと、そしてここが、洋酒の、あ、素敵な家具ですね。そしてこちらから入る、確か4つか5つかベッドルームがあると言ってましたけど、すごいですね。皆さん大きなうちに、皆さん大きなうちに住んでますね。はい、トイレですね。素敵な、私も映ってしまいます。こちらが洗濯用室ですね。ここが台所で、これが水が大きい、青が早い水が大きいという、大きい、いい音してますね、パリッとで、まあ、普通一般的にはこういう大きいあの冷蔵庫があって、かなり大きい水量で、ここにここからあの水も出てきますし、氷も出てきます、はい、浄水器が通されている水がここで出てきます、ね、氷と水が一緒に出たりもします。それでちょっと選べます、はい、そして大体ここにちょっとキッチンの中入らせてもらいますけど、ここにガスレンジがあって、そしてここオーブンですね。そしてここに電子レンジがあるんですが、実は換気扇があの ここに両方にあの設置されていて、ここで調理をしたらあのかあの換気扇つけてずっとあの換気もできるようになっています。そしてこちらが普通 の食事をするところじゃないかと思いますね。そしてこっちに、まああのリビングルームというんですか、ゆっくりするゆったりとしていますね。テレビ、そんなテレビがあって、これが暖炉になります。これがアランです。はい、高子。高子、ナイスよ。おー、サンキュー。おー、いいよ。ちょっと誰かに写真があります。ハッサム、はい。スイカが来ました。I love it. はい。まあ、いいところです。You just see that.